今日はですね、ワンカール半のパーマをかけていくんですけど、自然な前髪のパーマをかけてあげることによって柔らかい印象に持っていくことができる、これをちょっとお見せできればいいのかなと思います。今日はですね、ワンカール半のパーマをかけていくんですけど、ワンカール半といってもその巻き方だったりとか、ワンカール半、例えば今回はミックスでフォワードとリバースのミックスをしていくんですけど、単純に平巻きだけでもいいですし、フォワードだけでもいいですし、そのカール感の違いで幅広いスタイルを作れるので、そのワンカール半の魅力といいますか、その辺のバランスと、あとは前髪ですね、自然な前髪のパーマをかけてあげることによって柔らかい印象に持っていくことができる、これをちょっとお見せできればいいのかなと思います。